こんにちは、かくすけです。スターデューバレー続きをやっていきます。前回ね、最後嬉しいね。お知らせ?アビーからの提案ね。来ましたよー、ついに。赤ちゃんいつ生まれるんだろうな。多分養子なんだけどね、同性だから。苛立っている。はい。ブラックベリーパイ。このパイを作るといつもスターデューバレーのことを思い出すわ。秋の今頃になると、谷は美味しいブラックベリーでいっぱいになるの。知る限りだと、あそこのベリーが一番ね。もしスターデューのベリーが手に入ったら、シンプルなコブラーパイにするのがおすすめよ。で、見たことあるような。あ、なかった。ブラックベリーパイのレシピを覚えた。やったね。アビー、今日は洞窟へ行くいい日かしらね。でも、気をつけるのよ。そうだね。洞窟へ行くならライフエリクサーを持って行きなさい。くれない?さすがに持ってないか。ありがとうね、心配してくれて。ブラックベリーパイ、ブラックベリーパイ。あ、ブルーベリーだな、これ。あ、ブラックベリーパイ。あ、砂糖、小麦、ブラックベリー。うん。アビー、いや、ちょっと。万全策になっちゃうよな。あ、違う。あれ?あーはは。はい、アメジスト。はーい、どういたしまして。お、なんかメールが来てるぞ。かくすけ、この町へやってきてから君は随分町に貢献してくれたね。町のみんなが君に助けてもらったことを私に話しに来るよ。感謝の印としてこれを受け取ってくれ。町長より。そのきっかけは頂上だったけどね、最後に。それが上がったきっかけは。いやー、やったね。やったね。もういろいろとやったねですよ、昨日から。あ、今日はそっか、キルルはお水もう入ってるっていうか、雨だからね。外にはいませんね。お、そっか、ロビンさん作ってくれてるんだ。ありがとうございます。コーヒー豆が取れましたね。いっぱい。お、甘いフルーツがなってるな、これ。スイートジェムベリーね。この世の何よりも甘いっていう。うん。もう一、ん?これ、なくなっちゃったよね。うん。じゃあ、もう一回あれに入れて、種を作ってもらおう。いっぱいできるといいな。ほい。すぐできるんだけどね、まあ、とりあえず放置かな。トリュフオイルありがとう。トリュフを入れて、ほい。よし、みんなおはようございます。今日は雨ですので、中でゆっくりしてくださいませ。半蔵、うん、ほい。直近。はい、今日はくるみからもミルクが取れます。ゴロちゃん、よいしょ。ヤギのミルクをヤギのチーズにして、次卵回収ですよ。もういつもの決まったお仕事。あ、いいえ、よいしょ。ほい。あ、ちゃ。ほい。動物を移動ってできたっけ?できるなら普通の鶏たちをあっちに移動した方がいいよね。新しいウサギとかをね、迎えることになったら、もしね。ちょっとな。うん、こうやって。こう。ロボイドエッグが、こう。なんでしょうね、あの声はね、結局。よし、あ、できたよ。珍しい種1個だけか。そっか、チェー、3、4個に増えてくれたらな、よかったんだけどな。はい、うん、次回に期待しましょう。よし、スケ君に乗っていこうかな。餌だけ取って、玉切りを入れて、あ、
トリホイールも入れて、玉切り片つむり、コーヒー豆はここに全部入れて、リンゴも入れて、ブラックベリーパイは、今日も冒険に行こうかな。戦闘スキル上げたいし。よいしょ。木材入れて、アクアマリンも入れちゃって、釣り餌はいいでしょ。カマを入れておこう。で、コーヒー、速度アップか。これは持ってってもいいね。で、クリントさんのところに一応お願いしていきたいなと思っています。で、ブラックベリーパイは、その、回復用に持ってって、あとは、メープルバンを持っていこうか。いろいろ上がるからね。あとは、恋のびっくり揚げも持っていきましょう。ボムもどんどん活用していきましょう。OK。スライムのところを見に行って、クリントさんのところに行って、んで、OK かな。あ、赤が生まれてる。よろしくね、これから。あ、この子、子供なんじゃない？昨日、ハートが出てた子たちの。顔がないんだ、子供状態だったら。ってことは、このフランキで生まれさせた場合は、一気にね、大人になってるんですね。まあ、大人になってからね、ちゃんと成長してから、こう、体からね、出す動物っていうのもいますからね。それまではずっと抱えてて、みたいな。全然関係ない話でしょうけど、スライムとね、現実の生き物は全然全然違うだろうからね。では、ペリカンタウンに行って、クリントさんにお願いして、ジオードを書こう。マグマジオードがいくつか。手に入ったからね。お、なにこれ、コンピューター？ドワーフの装置。そう、ドワーフのね、巻物も欲しい。かつてドワーフたちが使っていた進んだ技術によって作られた装置。画面はまだ点灯し続けていて、起動しているような音も聞こえるが、使い方は依然として不明なまま。え、これ使えるんじゃない？ひょっとして家で。あ、いや、設置物じゃなさそうだな。そっか、じゃあやっぱ寄贈品かな。これ一応取っておこうかな。ドワーフの装置。いや、ドワーフに見せたい気もするけど、見せたらね、プレゼントになっちゃいますよね。そうだな、先にアメジストをあげて、その後に渡せば、こう、見せると渡すとは違うからな。アメジストあげる。で、これ何？これ。あ、プレゼント扱いになっちゃうのか。でもこれは一応ね、家の中に取っておこうかな。はい、バス停に行って。一応ね、倒れちゃうこともね、配慮して、しっかりと、片付けておきましょう。ほい。はい。よし、行こう。今度こそ。クロバスのところにあってない。会いに行こう。今日はね、特に急ぎはないからね。急ぎはないからね。そうだった。クロバスの後、ロブスターも取れてないか確認したいんだ。もういろいろしたいことがありすぎてね。時間が足りないよね。どうせあっちに行くんなら、こっちの下水道から入った方が早いでしょう。カタツムリはいいかな。はい、下水道。クロバス、久しぶりにボイドマヨネーズを持ってきたよ。はい。よかった。まあ、これはいいんだけどね。じゃあ、行きましょうか。ロブスターが取れていないかの確認。あ、ここ取れないか。悔しい。取れてないかな。ゴミカキ。取れないな、ロブスター。限定とかだったりするかな、季節。ゴミとか持ってていいや。カキ
時はね、捨ててもいいと思いましょう。食べられるかなって思ったけどね、食べられなかった。生牡蠣はね、絶対怖くて私は食べられないな。焼きも無理だね。牡蠣フライくらいだったら別に食べれるけど。鉱山行きましょう。当たりそうで怖くてね。90回。ほい。うん、いいかな。よいしょ。なかなかね、うまくいかんですな。全然出らんですね。あ、敵だったんだ君。いやー、顔を出してしまったばっかりに、ごめんよ。よいしょよいしょ。お、ネジか、歯車か。歯車はいいかな。今日はね、急ぎじゃないから別にそんな構えずにやっていきましょう。ゆったりゆったり。ほい。あれ、思ってるのとずれた。ほい。トッパーズ取って、金鉱石も取って、間違って掘ったところがたまたま階段でしたね。よいしょ。ほいほいほい。コウモリさん、ほいほい。はい、ありがとうボム。いただき。はい、金鉱石取って、一応金鉱石も取るか。ほい、あ、銅鉱石ね。で、ルビーも取って、で、よいしょ。しまった、近づきすぎた。お、ここはすでに階段が出てるパターンだね。はい。コウモリくん、来るがいいさ。コウモリくん、来ないなら行っちゃうぞ。行っちゃおう。お、あ、スライムは別に倒す必要ないのか。さっきまでね、さっきまでっていうか前日まではスライムをね求めていたから。よいしょ、やったって思っちゃったけど別にいいのか。ヒュー、回復するでしょ君。よいしょよいしょ。あー、食らった。これは掘るのが楽しいぞ。なんか出ないかな。いやー、今のところ全くね、めぼしいものがね出てきてないと思ったけど、これはこれはすでに持ってるやつ。牡蠣、ゴミ、4って取ったっけ。と、あ、寄贈すればって書いてある。これは取ってないやつだ。よっしゃ。なんかあと1個ですねみたいなコメントをいただいた気がするので、これはドワーフの巻物コンプリートしたんじゃないかい。これでドワーフさんとやっと仲良くなれるのかな。やったねやったね、ついに出てきてくれたか。よいしょ。ちょ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 、ほい。いっぱい来てるな。うわー、大変大変。ふう、このね、ドワーフのね巻物を失うわけにはいきませんからね。おっしゃー。でもこの穴掘りで炭鉱スキルが上がらない、採掘スキルが上がらないっていうのがちょっと悲しいですよね。これでやっても上がるっていうなら別にいいものが出なくても、おし、オムニジオード来た。いいものが出なくてもそんなにがっかりしないんだけど。そうか。うん、他にも出てきたか。繊維はいらない。粘土もいらないな。うん、スライムはね、卵を作りたいから一応集めておきます。うん、
ワーフの巻物そんな出るイメージなかったんだけど、出るもんですね。よいしょ、よし、これは来た甲斐があったってものですよ。よいしょ、明日からやっとドワーフと仲良くなれるな、これで。よいしょ、よし、黙々とやっちゃいますよね、これね。こう実況であることを忘れてしまうっていうね。よいしょ、まあ、普段から私は実況はあまり意識してないんだけどね。普通にただ一人ごと言いながらやってるだけだからな、私の場合。よいしょ、ポロポって言ってるけど何を集めてるか分かんないんだよな。石とかかな。よし、あとは軽く掘ってで帰りましょうかね。うん、はい、はい。倒れないようにしないと。倒れないようにしないと。10時半には帰ろう。うん、早めに帰ろう今日は。お、コウモリさんたちが来るかい。じゃあコウモリさんたちまで倒して行こうかな。はい。さよなら。ほい、鉱山を出て帰りましょう。よーし、これでドワーフの巻物完了ですよ。間違って売らないようにしないとね。お、ワインゲット。うん、いっぱいだよね。こっちは OK でしょ。コウモリの翼、歯車もいいでしょ。あれ、売れるものは特にないな、今日は。おっと、ワインを作りましょうね。リンゴワイン飲みたいな。ぶどうだと普通のワインだよね。さくらんぼもね、ワイン美味しそうね。いちごワインもいいな。はい、いちごワイン。はい、作りまーす。んで、片付け。スライム、動鉱石は違って、石、ボム、樹液、コウモリの翼、洞窟、人参、光の結晶は別に入れなくていいや。はい、いやー、スタディオバレーまた止まらなくなりそうだな、これは。いやー、でも今日はここまでにしないといけないんだけど。闇の結晶、おう、そうだ、食べ物をあそこに入れるの忘れてたね。ほいほいほい、あー、いいえ。ほい、トリュフを取り出して、ほい、よし。あー、ドワーフの巻物が手に入った。今回は大きいぞ。よし、これも続けてやりたい。はい、布を入れて、マヨネーズと、あ、打ったと思った、びっくりした。ルビーを入れて、ヤギのチーズ、トッパーズも、光の結晶もいっか。よしよしよし、ホワイトマヨネーズ、リンゴワイン。では今回これで眠ります。なかなかいい稼ぎになったんじゃないかな。よし、ハビーおやすみなさい。こんな夜は幽霊でも出そうね。喜びそうだね、アビーね。よし、明日はサンディの誕生日か。たまにはあそこに行きますかね。それではおやすみなさい。あれ、上がんなかったか。なんか、最後スライムの音みたいなの聞こえたけど、バグみたいなもんかな。オッケー。スキルはなかなか上がんないな。よし、では今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。